どうも、わたくわです。新年明けましておめでとうございます。今年もね、よろしくお願いします。ということで、今回はもうね、ここに出てますね。福袋の開封動画になります。今回ね、こちらの福袋は、もうね、毎年、ほぼ毎年お世話になってる、埼玉の川越にある、クワガタカブトムシのね、ショップ、スミスさんで、こちらのね、福袋、2024年の、まあ、1月2日ですね、初売りに行ってきて、この福袋ね、購入しました。ちなみにね、スミスさんの福袋は、お店に行くと、もうね、いっぱいこの袋がずらーっと並べてあって、上がね、こういう風にもう見える状態の福袋なんで、買う前にね、中身をしっかりチェックして、自分がね、欲しいものを、欲しい生態とかを選んで、福袋を買うことができるんで、めちゃくちゃね、おすすめというか、良心的な福袋なんですよね。こちらね、先に値段発表します。ちょっとここも、種類、この紙に種類が書いてあるので、ちょっと折っちゃうんですけど、今回僕が購入した福袋は、こちらですね。こちら、3300円の福袋になります。あ、これ、ネタバレにならないな。こんな感じです。今回ね、僕が選んだのが、成虫幼虫が2、3セットと、スコヨカゼリーと飼育用品などが入ってる3300円のね、結構ね、リーズナブルな、福袋を選びました。それではね、もう早速ね、中身見ていきましょう。まずは、これですね。これ。これはね、皆さんご存知だと思うんですけど、こちら。はい。虫社さんで出してるカレンダーですね。ここに、まあ、2024年のカレンダーで、上はね、これもう、世界のカブトムシですね。今年はね、このカブトムシのデザインのカレンダーみたいですね。毎年ね、僕もこのカレンダーの部屋に飾ってるんで、ありがたいですね。次がね、生態行きましょう。1個目の生態は、こちら。こちらは、じゃんと。パプアキニロクワガタですね。ちょっと開けていきましょうか。こちらね、パプアキニロクワガタなんですけど、産地はね、アルファックですね。アルファックは、多分ね、パプキンの中でも大型化する産地。でかい産地ですね。あ、元気ですね。オスはこんな感じ。結構ね、このオス、でかいんじゃないかな。角の発達も結構いいですね。元気です。メスは、メスちっちゃめだな。メスはね、こんな感じ。ブルー系ですね。ちょっと、緑がかった青っていう感じ。あ、これもね、元気です。もうね、即ぶりだと思います。こちらね、パプキン、アルファックさんの CB っていうことで、アルファックさんね、結構サイズでかくなるんで、もうね、両方とも餌食べてるみたいなんでね、すぐにでも、産卵セット組んで、産卵セットの中でね、同居させちゃおうかなと思います。オスもね、裏見ると結構ね、裏の色がね、こんな感じ。結構ね、青紫がかってるんで、これ結構次世代が期待できるカラーなんじゃないでしょうか。そしてお次の生態がね、こちらですね。こちらがね、今回、これが入ってたんで、この福袋を選んだんですけど、こちらは、これです。ダールマンツヤクワガタですね。産地がね、スラウェシ島のパル。多分パロラパルですね。ちょっとね、見ていきましょうか。またね、ツヤクワガタ購入しちゃいました。こんな感じ。うわ、結構立派。これね、12月入荷の野外品のね、インターメディアってことで、結構ね、サイズも立派だし、オスはパッと見、伏せつがけとかもなくてね、いい感じですね。元気ですね。もう立ち上がっちゃって。ちょっとね、メスも状態見ていきましょう。あ、やばい。結構ね、しがみつく力が強い。てか、爪が強いですね。やっぱ、大型のツヤクワガタ。メスはね、こんな感じ。メスもね、結構もう元気ですね。まあ、野外品なんで、もう即ぶりだと思うんで、1日2日はしっかりね、ゼリーを食べさせて様子を見てから、すぐにでもね、ちょっと産卵セット組んでいこうかなと思います。今回入ってたね、このダールマンツヤクワガタは、ダールマンってね、実は我が家で飼育してるインターメディアツヤクワガタの亜種にあたる、ツヤクワガタで、っていうのもね、多分インターメディアも、学名がね、オドントラビスダールマニインターメディアなんですよね。ダールマニってついてるってことは、種類のくくりで言えばダールマンツヤクワガタで、その亜種のインターメディアっていうことになるんですよ。こっちはスラウェシ島のダールマンは、オドントラビスダールマニセレベンシスっていう、セレベス島ですね。スラウェシ島のことをセレベス島とかね言ったりするらしいんですけど、こちらはスラウェシ島産の、ダールマンなんで、亜種セレベンシスっていうことで、ちょっとね調べたら、ダールマンツヤクワガタの中でインターメディアの次にでかくなる亜種みたいで、野外レコードが 89.3mm で、飼育レコードがね 93.2mm まで、結構ね大型なツヤクワガタなんですよね。最近ねインターメディア結構ハマってて、ダールマンも気になってたんで、
今回ねこの3300円の福袋にこの野外品の水中ペアがね入ってたんで、ちょっとね衝動買いしちゃいましたね。ツヤツヤでね、オスも結構大型で、メスもね、まあ、元気そうなんで、しっかりね産卵セット組んで呼び出していこうかなと思います。福袋ね、生態はこんな感じなんですけど、あとね用品が入ってますね。まずはこちら、ビニール袋に入ってたんですけど、中身は健やかゼリーですね。こんな感じで結構入ってます。このくらい間違いなくね、ダールマンワンペアじゃ 消費できないくらいの量のゼリーが入ってます。まあ、これもねいくらあってもゼリーはいいんでね、結構嬉しいですね。で、あと最後はこちら、これはね産卵木のかけらですね。これね止まり木にも結構いいと思うんですけど、なんかね触った感じね、材質これ結構ね古めの材みたいなんで、水分吸わせたらね結構ね柔らかくなるんじゃないかな。こういうねかけらの材とかはちょっと加水して産卵セットに埋め込むだけで、細赤クワガタとかね平田クワガタとかね産卵スイッチ入ってくれたりするんで、これはねこれで結構ねありがたいですね。でもねしっかり使っていきたいと思います。ということで今回は2024年の初売りスミスさんの福袋にて、こちらのね3300円の福袋を選んで、入ってた内容がパプアキンロクワガタの CB のね成虫ペアと、こちらのねダールマンツヤクワガタ、スラベシ島さんのダールマンツヤクワガタの野外品のね成虫ペアと、虫舎さんのカレンダーと、健やかゼリーと、こちらのね、産卵剤のかけらっていう、結果になりました。で正直ね3300円っていうと、このねダールマンの水中ペアが入ってただけでももうねあの元を取れるというか、僕的にはねもうめちゃくちゃ嬉しい内容ではあるんですけど、こちらねパプキンもねちょっと地味にありがたくて、パプキンねあのちょいちょいやってるんですけど、なんかね最近あんまり産ませることができてなくて、どこかでねしっかり飼育して大型の個体羽化させようと思ってたんで、ちょっとね今回このパプキン飼育する機会がね回ってきて結構ね嬉しいんですよね。ちなみに今回福袋、これ1月2日の13時からね、初売りがスタートしたっていうことで、福袋はね、今日だけじゃなくて、明日1月の3日、1月の4日も福袋と初売りのね、セール、まだやってるみたいで、どうやらね、明日3日に向けてまたね、福袋補充されてるみたいなんで、スミスさんの福袋気になる方いましたらね、まだね、福袋あると思いますので、一応ね、概要欄にスミスさんの公式 X 貼っておきますので、そちらからね、確認していただけたらなと思います。それではね、2024年、まあ最初の動画ね、こんな感じの福袋開封動画になりましたが、今年もねしっかりいろんなクワガタブリードして、こんな感じね動画でいろんなクワガタのブリード報告していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね今年もよろしくお願いします。失礼します。ダールマン。We'll be right back.